はい、皆様お久しぶりでございます。ビームの散歩日記でございます。もう最近はですね、この始まり方しかしてないんじゃないかっていう感じですけども、まあとりあえずですね、2ヶ月ぶりの新作をお届けしたいと思います。ビームくんの体調ですけどもね、まあご覧の通りすこぶるいいです。もう12月にはですね、15歳になろうとしてるビームくんですけども、年齢を感じさせないこの走り、電池で動いております。ちなみにこちらの公園、大掛かりに工事中でございます。ビームくんの病気のその後なんですけども、つい最近の血液検査の結果もですね、とても数値が良く、お薬もね1個減りました。相変わらずビームくんはですね、用事もないのにペットショップに向かっております。はい、ビームくんゼンマイで動いております。放牧中のアホラニアンビームくん、ビームさん楽しんでますか？さあ、ビームくん勢いよく向かっておりますけども、ジャンプできるんでしょうか。おっと、危ないですけども成功です。はい、満足げのビームくんですが、特にね勘もなりません。じゃあビームくん、ちょっとおやつ食べようかね。はい、こちらさんからいただいたリキューというですね、なんか高級そうなおやつです。はい、もうビームくんロックオンでございます。シニア用のおやつでですね、もう持ったらねびっくりするぐらい軽いんですよ。ビームくんはですね、おやつを地面に落とさないように一生懸命食べておりますけども、うちで食うみたくね、手で持って食えばいいのにね、ビームくん。まあとりあえずですね、今の彼にその発想はないようです。ただね、絶対に落とさないっていうね、その根性は認めますよ、ビームさん。いいね。今食べてるおやつはこちら、黒毛和牛のね灰を使った無添加のおやつ、リキューでございます。はい、今日は特別にですね、こちらもファンの方からもらいましたワンちゃん用のマカロンもあげてみたいと思います。はい、ビームくん、はいどうぞ。こちらのおやつもね、落とさないようにしっかりと食べております。どれどれ、ビームくん、ほれこの方が食べやすいでしょうね。え、あ、もうどうぞお好きにどうぞ。いや、ほんとね、ビームさん、食欲があるってことはいいことですよ。まだまだ食べたい様子です。はい、ビームくんの今日一の笑顔でございます。もう相当気に入ったんでしょうかね。どっかにかけらが落ちてないかと探しているビームくんです。まあワンちゃんにも食欲の秋っていうのがあるんでしょうか。最近はね、もうご飯もちゃんと完食しますし、ますますね食欲が増してるんじゃないかと思いますけども、ビームさんどうさ。はい、そして帰りは歩かないビームくんでございます。もうね、眠そうなんだよね、ビームさん。まあまだビームくんはね帰りたくないんで捕獲しておりますけども、まあ捕獲されちゃったらね、まあいっそ寝ちまえという感じでしょうかね。はい、それでは次回の予告です。次回はですね、まだいつお届けするか分かりませんけども、台湾で買ってきたお土産、マリオビームくんでのお散歩風景をお届けしたいと思います。では